フリッツ・シュトレー・レッツはドイツ民主共和国の軍人。最終階級は国家人民軍地上軍大将。副国防省国家人民軍参謀総長を務めた。シレジア地方のフリードリヒス・グレーツに生まれる。1933年から1941年まで出身地とエッシェンドでの国民学校に学ぶ。 第二次世界大戦中の1941年から1943年まで、デッケンドルフの歌手館養成学校で学び、1944年から1945年まで、ドイツ国防軍歌手館として従軍した。敗戦後1945年から1948年まで、赤軍の捕虜となっていた。1948年、平衛人民警察に入隊。 1948年に、ドイツ社会主義統一党に入党。1951年から1年間、ソビエト連邦での連帯長養成教育を終了。1956年の再軍備に伴い国家、人民軍地上軍所属となる。1959年から1961年まで、再度ソビエト連邦の参謀アカデミーで学び、帰国後1964年まで、 第三軍管区参謀長を務める。1964年から1979年まで国家人民軍参謀部作戦部長を務める。1971年から国防評議会初期となり、1979年に大将に昇進。1979年にワルシャワ条約機構軍最高司令官代行及び副国防省。 国家人民軍参謀部長に就任し、東欧革命が起きた1989年まで、その職にあった。1981年から1989年まで、SED 中央政治局員も務めた。カール・マルクス勲章など、内外東側諸国から受けた、勲章多数。東在ドイツ再統一後、ベルリンの壁での越境者に対する射殺命令、すなわち殺人及び、 殺人未遂容疑でベルリン地裁に起訴され、懲役5年6ヶ月の判決を受けた。連邦裁判所や欧州人権裁判所への控訴は却下された。シュトレー・レッツは旧東ドイツによる西側に亡命しようとする国民に対する暴力的な国境警備体制を今日もなお弁護し続けている。2004年にはベルリンの壁崩壊について次のように述べている。 ありがとうございます。